花輪四郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。まずは松下としみさん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨日ブルームード、お疲れ様でした。ありがとうございました。ブルースカンパニーのね、はい、はい、大盛況で、ね、おかげさまで、楽しかったですね、はい、うん、ということで、ね、今日はねやっともう素晴らしい、ギタープレイヤー、はい、ね、はい、もう世界の、はい、山本恭司さんです。イエーイ、どうもこんにちは、お久しぶりね。お久しぶりになっちゃいました ね、 なぜか ね、 ね、そうだね、はい、うん、お忙しいながら、ね、はい、中でありがとうございます。いえいえいえ、嬉しいです。この番組大好きなんで。あ、よかったです。本当に、ね、前回はね、2021年12月107日です。そうか、だから2022年を飛ばしちゃったんですね。1年、ね、あれですか、あの前回僕が30分も遅刻した罰ですか。いやいやいや、お待ちしてたんですよ。あれはね、あれはでもね、ああいうことってほらわざわざできないから。わざわざはできない、そのやっぱり渋滞でね、うん、そうね。でもあれはあれでなんかすごく生放送のいい感じがね、うん、ここが出てるみたいな。今どちらですかとか言いながら、ね、そうだよね、そんなことあと8キロみたいな。今日だから、ね、後半で30分間に合ったのはちょっと奇跡でした。僕はね、最後10分間に合うかなぐらいの感じだった。ですよね、だから今日はもう本当目いっぱい早起きして、さらに1時間ぐらい余裕を持って出てきて、早く着きすぎちゃって、はい、ちょっとこの辺にちょっと止めてね、少し寝てました。あら、すいません、そんなお忙しいのに ね、 いえいえ、なんかね、早く。今日山本恭司さんですけどもですね、はい、今日はね、早速ね、はい、生演奏からね、なんかね、いきますか。ここまでね、生演奏する番組ないんですけど、ね、でもまあここはね、すいませんね、はい、ね、じゃあ一曲ね、まあちょっと春ということでね、早春譜という曲をじゃあ生演奏させてもらいます。素晴らしい。じゃあよろしくお願いします。はい、
外の皆様も拍手が素晴らしいですよね。ありがとうございます。りました。はい、そこに今から投げ銭します。置いとこうかな。いやこの生演奏ね、いかがでしたか皆様、この春、ね、春の感じ、厳かな感じが ね本当に、はい、素晴らしいですよね。ありがとうございます。最近あの割とクラシックとかオーケストラとか、ね、そういう形でもねやられてて、そうですね。だから僕本当もあのねもう昔からなんだけど、うん、いろんな音楽を自分でねなんかねまあこれをね生きてる限りはもうできるだけ、はいはい、もういろんな音楽をねやっときたい残しときたいみたいな気持ちが昔からあってね、だから本当まあ今年もね4月1日にオーケストラ、ね、ほんとフルオーケストラですよ、大阪のね、ザ・シンフォニーホールというところでね、はいはい、ねやらせてもらったんですけどもね、もうほんと幸せでしたね。なんてかな、まあ僕は正直言ってね2度目なんですね。3年目にも、はい、3年前にもね一度やらせてもらって、でまあ最初の時はやっぱりもう右も左もわからないそういうオーケストラのね、うんうん、リハーサル現場にポンって置かれて、うん、もうまさにね借りてきた猫状態だったんですけどね、まあ、今回2回目ということで、うん、多少はね余裕ができてきて、だからなんかまあね指揮のまあ森山先生っていらっしゃるんですけど、はいはいはい、まあ、初めて音を出す時に僕はギターを持たずにね指揮の方のねちょっと隣にいてちょっと全体の音やっぱり一番そこよく聞こえるでしょ、はい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 、だからちょっと聞かせてもらっていいですかなんてね、そんなことを言える余裕はねこれで聞いて、そしてなんかねあそうかバイオリンはまあオーケストレーションしてもらったんで、あこういう動きするんだ、うん、でもなんかここでこうやってもなんかあんまり聞こえてこないから、それだったらここはユニゾンにしてもらった方がいいんじゃないかなと思って、そんな話ももうポン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 言うようになって、だから結局はね、まあ僕はほら、まあ、今演奏した曲もねオケとか全部自分で演奏して、はいはい、で自分でミックスをするでしょ、だからなんかもうそっちの気持ち、なんか制作モードというか、なんで僕よくしようよくしようと思っちゃう方なんで、あここはちょっともったいないんで、こっちのフレーズに変えてもらった方がいいんじゃないですかとか、あとは休憩時間もパッパッパーとなんか例えばコントラバスのねセクションのところ行って、お話をしてちょっとここはちょっとあの指揮のねこのタイミングより少し早めに出てもらった方がなんかコードのね変わり具合がよく聞こえると思いますけどどうでしょうかなんてね、なんかそんなことをねいつの間にか言うようになってきて、だからあれは良かったですね。でもねそれでもねやっぱ僕なんかロックギタリストだったら、まあ、オーケストラ皆さんって、まあ、なんていうのかな、まあ、勝手なイメージなんだけど、芸大とかをね首席で出て、はいはい、そうですよね、海外でも ねなんか偉い先生についてで、まあ、そんな感じでオーケストラの一員になって演奏するような、そんななんかやっぱりちょっとアカデミックなとても偉い人みたいなイメージ、はいはい、どうしてもあるでしょ、ありますよね、特に僕らみたいなロック、はい、ロックバーでいるとね、そうもうね、だからそこでねなんかうんとやっぱりちょっと構えてやっぱりドキドキしてんだけど、やっぱり向こうは向こうでね、ロックギタリストが来るよなんて言うと、まあ自由に生きてきて、なんかロックでちょっとね、なんか危なそうな怖そうな人が来るんじゃないのというやっぱり構えはきっとあったと思うんですよ。だからまあ音楽に限らずなんだけど、なんていうのかな、やっぱりちょっと未知なるものというか、まあ趣味だろうが何だろうがね、はいはい、知らないものにはなんとなくまずは壁を作っちゃうとこあるでしょ、ところがなんかちっちゃな勇気を持って一歩飛び込んでみてたりとかやってみたら、あれ何こんな楽で楽しいことだったのって多々あるでしょ。だからね昨日はね逆だったんですよ、クラシックのリトアニア の、あのバイオリニスト、まあ、国民的バイオリニスト、ジドレさんっていう人がいて、ジドレさんと僕がそのブルースカンパニーのゲストだったんですよね、でそのリハを、まあ、その日にちょっとやるときに、ジドレさんはクラシック畑だから、
ブルースなんて。ああそうですよね。え、ある種ちょっと対極的にあるような音楽。だからもうちょっとなんかこう最初ね、うん、近くだったんだけども、やっぱ本番をやってみて、うん、同じそのミュージシャンとしての、うん、なんていうかこうあの駆け引きというか、うんうんうん、あの会話がその中に生まれてきてすごくいい雰囲気になったよね。そうですね。わかるわかる。そういうのありますよね。僕もね、まあ、いろんなね、世界各国ね、うん、まあ、はいはい、仕事でもあとはね、旅行でも行ったりして、うん、まあ、例えば旅行で行った中国で、はいはい、言葉なんて全く通じないでしょ。はいはい、ところが、まあ、ライブバーに行って、はい、で、一旦音を出し、ちょっと楽器を借りてね、そこのミュージシャンの。はいはい、音を出してセッション始めたら、もう、うん、一気に打ち解けるでしょ、ね、だからまあ今回のネオーケストラもさらには日本人同士ですから、ね、そうですね、言葉も通じる、そして音を出した途端に音楽も通じる、うん、もうノープロブレムアットオールですよ。もう最高にハッピーになれてね。でもね、ちょっとまあ、あの内輪話というかね、はい、やっぱり僕なんかあのギターで大きい音を出すと思われてるじゃない、はいはい、ね、僕は結構ちっちゃい方なんですけどね。でもイメージとしてね、ハードロックなん、うん、でもリハーサルスタジオに持っていたアンプがちょっと調子悪くて、うん、ちょっと使えなくなって、うん、だから PA で出してもらったんですよ。で PA の方にすいません、ちょっとね音出してくださいって言って、うん、でやって音を作って、で1曲ちょっと演奏したら、うん、やっぱオーケストラの音大きくて、ちょっと上げて上げてっているうちに、うん、まあそれなりに大きな音になってね、まあ、うん、自分で演奏すね、調整するんだったら、ね、ジャストでポンとできちゃうんだけど、うんうん、ね、一旦人を通すと、うん、ちょっと大きくしていったらガーンと上がったりするじゃない、よくあるでしょ。こうしたらね、終わった途端にね、うん、向こうの方のね、あのブラスセクションの男性がね、うん、こうやってね、すいません、あのギターが大きすぎて音聞こえないし、この前ちょっと自分の耳がやられちゃうんですよね。来た、予想通りのなんとなくそのイメージを持ってる人だろうが、その人から来たと思って、ね、いやでもまさかそっち、いやちょうど真上にスピーカーがあった、うん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 、それ知らなくて、僕こっちだけにあると思ってた、うん、だからそっちもなってたのね、ごめんねとか、じゃあそっちは切ってとか言って、うん、でもねちょっと一瞬、そうですね、もうちょっとちっちゃくしておこうかな、やっぱりそういう気持ちないじゃない、まだ打ち解ける直前だったんでね、うん、でやっていくうち、まあちょうどいいバランスになってきて、うん、でオーケストラさんもだんだん皆さんにこやかになって話しかけてくれるようになって、でまたさっき言ったあのある指揮者のねところ行って、はい、じゃあ次の曲のリハーサルなんて言って、はいはい、じゃあまたバランス聞かせてくださいって言って、こうやって聞いてて、でまあ最初はあのギターとピアノだけで始まる曲だったのね、うん、でまあメロディー弾かないわけだから、こうやってバランス聞いて、はいはい、で終わった時、一回終わった時、あそこはピアノだけなんですかって質問が、いやあのギター後でちゃんとメロディー弾きますからねとか言って、でもちょっと手直ししたんで、もう一回ちょっと聞かせてくださいって言って、でまああるつもりで、じゃあ僕が少しハミングでそのメロディーを歌ったんですよ、うん、ね、ピアノのバックで、はいはい、そしたらね、ストリングスとあのコンサートマスターの人がそれを一緒に歌ってくれて、うん、おとか言って、じゃあ皆さんご一緒になって、こうやって冗談で言ったら、ストリングセクションの人が全員で合唱でそのメロディーを歌ってくれて、もうなんかね、すごく嬉しくなって、もうまたそこでもニコニコになってね、みんなでね、だからそのね、だんだん打ち解けて、さらに音楽が伝わっていって、うん、一つになって、うん、そしてまた本番また本当ね、感動的なね、なるほど、素晴らしいものになったという、なんかリハの時からね、なんか流れが本当良かったです、うん、なるほどね、見たかったですね、大阪ですもんね。大阪なんですよ、東京でもやってほしいですね、ね、ぜひスポンサーに、ね、スポンサー頑張りますとしちゃんよろしくとしちゃんね、というね、あの貴重なお話をね、今日は山本教授さんにお越しいただいておりますけどもね、皆さんはいかがでしょうか、教授さんのアルバムがね、はい、今度あの出ましたけど、 その中からちょっと、はいはい、じゃあね、去年の12月18日に、はい、出たアルバム、ちょっとまたガラリと世界は変わると思うんですけども、はい、じゃあ、なるほど、The Harmony of 57 Strings ってアルバムです、はい、また話は後でしますけども、そうですね、じゃあ1曲僕のオリジナルで、はい、タイムレスという曲を聴いてください、はい、
はい、いかがですか。これ素晴らしいですね。これタイムレスっていう、はい、タイトルのこのアルバムの話をちょっとね、はい、伺いたいんですけども、まあ、さっきね、いろんな音楽やってきたいと話もしましたけどね、はい、ちょっとしたきっかけがありまして、はい、このバイオニストとハープのデュオのイクサというね、うん、チームがあるんですけどね、イクサ、イクサという2人組です。はいはい、で彼と知り合って、まあ、知り合ったらもう10年以上前なんですけどもね、うん、でまあちょっとひょんなことから一緒にやってみないって話が出てきてね、うん、でバイオリンとハープとエレキギター、うん、また バランスとかね、うん、音色とか難しいでしょ。向こうはね、うん、クラシックのそういった昔からある楽器と電気楽器っていうのはね、うん、でもね実際にちょっとやってみたらなんかやっぱり音を出せば分かり合えるっていうさっきのあれがあって、うん、でなんか本当にお互いね愛とリスペクト感が生まれて、はいはい、で素晴らしいものができたんですねライブでね、うん、はいはい、で、ライブをなんか何回かやって口にあこれはなんかもったいないこのねライブだけっていうのはっていうことで急遽僕は連絡を取って、ね、レコーディングしないっていう話をしてね、うん、で、まあ、その当時からやってた、まあ、カバーの曲まああの星に願いをとかねそういった有名な曲からクラシックの曲とか、はいはいはい、あとは僕のオリジナルもね、はい、アレンジをしてもらってねで、やるようになってたんですけどまあその中でもちょっとねベストな感じのを選曲して、うん、で、一緒にアレンジを考えながら、はい、でも録音はちょっと彼らは松江僕の故郷のね松江に住んでんです。あ松江はいはいそうなんですか。だからバイオリンとハープは松江で撮ってもらって、うんで送ってもらい、うん、で僕はそれにまたタイミング合わないとかもうほら最近ねプロトゥールスとか使ってるから編集は自由自在じゃん伸ばしたり間を開けたりとか、うん、だからそんな感じで自分の一番いいて、ね、テンポ感だとか、うん、それに持っていってギターをかぶせて作ったんですけど、はいはいまあ、タイトルはあの57ストリングスであるんですけど、はい、エレキギターの6本と6本バイオリンの4本と、うん、ハープの47本、うん、なるほどなるほど。ただそれのねハーモニーというか調和というものをタイトルにつけたんですけどね。やっぱりこういうねいろんなその引き出しがやっぱり人間ってないと、うん、なかなかその楽しい音楽生活っていうのは送れないのかもしれない。楽しい音楽生活っていい言葉ね。通販生活みたいな、ね、僕は引き出しがないから2つぐらいしかないですから そんなことないです。それはそれでそのブルージーな生き方ができるんですけど、いやそれはそれ でもねこれでも実行するのがすごいね。素晴らしいよね。思ったことをちゃんと形にするっていうのがそこもそうやっぱ常に進化をしてるっていうね。もうやりたい教授さん見てるとね教授兄さん教授兄さん新教授よっちゃんの方が年上ですけどね。年上ですか。1個だけ、うん、あのね1個だけ昨日しゅんちゃんがよろしくお伝えくださいって。あ、嬉しい。北篠介くんが ね、あのね彼とはね去年一緒にやりました。久しぶり。本当もう何年ぶりで松江でね。そうそう松江のね。あそうですか。 LG というね、まあはい、フォークロック喫茶の、うん、あのイベントがあって、はいはいはい、でそこで、ね、うんねリクエストがあって一緒にやりましたよ。あそうですか。楽しかった。やっぱりね彼はまあブルースギタリストというね、うん、ところがあるんで、はいはい、やっぱりブルースギタリストってやっぱりもう即興慣れしてるでしょ、うん、当たりもうほぼ即興でできてるような音楽なんでね、うんうんうん、だから本当ギターでね音楽を語り合い、うん、パッとこっちがこう来たら俊介もこうパッとね、うん、あの反応してくれ、はい、さらにそっちで僕が反応し合う、はい、だから本当ね、うん、ギターの会話をね、うん、存分に楽しめるセッションなんでね、うん、なるほどね。最高でした。あねしたね、うんということでね今日お便りをご紹介しましょう、はいはいちょっとね、アトランテから来てますよ、はい、もう世界中の方がね聞いてくださってますよ。これはツトム高橋さんね、うん、スイスもそうだしね、はいはい、音楽魂音中皆様いかがお過ごしですか。本日のゲスト山本教授さん、ウェルカムバック。はい、前回は交通渋滞に巻き込まれてスタジオ入りが遅れてしまいましたが、はい、スタジオに入った途端にセットアップを完了させて生演奏を行いその上オンエア終了後も待っていたファンの皆様にスタジオの外でミニライブを、やってしまうという、ね、申し訳なくて、ね、実は僕は感動したんだけど、うん、ただこのビルから絶対クレーム来ると思ったそれで外でだからそれを僕は全部しましあの始末書を書いてすりゃいい話でと思ってたんだけど、うん、来なかったんですよ。みんな聞いてびっくりしてたね。これもその神対応ぶり素晴らしい
素晴らしかったね。以外言葉がありません。私が初めて、山本教授さんを見たのは、うん、78年の武道館です。78年、その頃キスとやった時かな。ロック面白ロックというテレビ番組にも出演されて、よく出ましたね。あれは ね、 ね、もうレギュラーのように出てました ね、うん、なるほどね。バウアウとかね、ツイストとかチャーとか腹出しとか、ね、そんな感じの人、その当時ですか ね、 ね、 じゃあね、うん、私の記憶では番組でバンヘイレンの写真を見ながら写真からでも勉強できると、うん、あ、そうそうそう、ライトハンド奏法を日本で初めて披露したのは教授さんではないかと。あ、テレビで披露したのは多分僕が最初でしょう、はい、そうですか。そうでしたか、うん、ね、だからね、うん、あれは謎でね、本当誰も分からなかったんだけどね、本当写真ですよ。エディのね、はい、右手が指板状にポンとあったんで、うん、と思ってこんなこと、できた本当結構ね、皆さんそんな難しくはないんですよ、正直言ってね、うん、パッとできてね、うん、でそれをね、あるテレビ番組でハウンドドッグの西山くん、ギタリストのね、はい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 、彼がまだ高校生の時ですよ。で要は視聴者が参加できたんで、うんうん、で西山くんがね、教師さん、エディ・バンヘイレンがやってるなんか右手を使うあの技ってどうやるんですかって高校生の西山くんが聞いてくるんで、これだよって。だから多分あれを見て一気に日本中のギタリストにあの奏法が広まったんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうなんですね。写真を見て、こう耳コピじゃなくて写真で、ね、目コピ、目コピ、ね、コピ、はい、目コピだね、今はあの頃のようなこれは新しいテクニックというものありますか、あれば教えてください、僕だけのテクニックっていう。うわ、いろいろあるんですけど ね、 これアトランタのね、アトランタのね、つとむたかしさんはほんとギター大好きで、ね、山本教授さんもともと空手家なんだけども、 そのすごく日本に来た時にも、うん、まあ一応ライブ来てくれたりとかするんですけども、うんうんうん、大山 USA 大山チームの師範、ね、アトランタ道場の極真ですね。そうなんです。僕ね、20代の頃ね、極真空手の本をね買ってね、はい、でね、一生懸命柔軟もしながらね、うん、でね、その頃米軍のハウスに住んでたんで、あの庭に大きな木が立ってて生えてて、でそこにね、タオルを丸めてね、釘で受け打ちつけてね、正拳突きの練習とかね、そんなこと、だから剣だこもできてた時代がありました。ギター弾くのに、うん、いや恐ろしい、そんな恐ろしい。いやでもね、結構ね、その武道とかそういうものって、うん、僕もやっぱりそういう経験はあるんだけど、うんうんうん、ありますよね、うん、なんかね、憧れ、精神の憧れはね、まあ、僕みたいに細くてね、ひ弱な感じだとね、なおさら憧れちゃってね。でね、ちょっと今思い出したんですけどね、イギリスでね、住んでた時あるでしょ、はいはい、3年半ぐらい、うん、V バウの時代ね、あの時に、だからそんな感じで、ついやっぱり日本人を見ると空手だとかそんな話にローディーとかともなるわけ。で、ローディーにずっと、どんな風なんだって、だから僕なんてもう習ってもないし、もう完全に独学の、もう弱っちいもんなんですけど、いや、こんな感じでやるとかね、回し蹴りはこうなんだとか、ちょっと俺に回し蹴りしてみろって言って。じゃあフレンドリーにねって軽くポンってやったら、翌朝もう痛くてしょうがなかったとかって言われたりとか、まあそんな話があって、そうしたらね、あるツアーのね、打ち上げでホテルのなんか、まあそういうちょっと広い部屋があって、そこでみんなで打ち上げやってたんですよ。そうしたらまたイギリス人のローディーがおひれをつけて、教授は空手がすごいんだそのホテルマンとかに言うわけよ。全然すごくも何でもないのにね。そうしたらホテルのね、そのバーテンダーの人が、実は俺はボクシングを少しかじってんだ俺と勝負をしてくれって、いやいや、そんなとか言って、でもね、なんかね、空気が、だからみんなでね、丸くこう輪になって、うん、真ん中に僕とボクシングをやってるというイギリス人の2人ってね、なんか戦わざるを得ない雰囲気になってね、やっぱり怖いわけですよ僕は。だってそんな素人ないね。でもね、だからもうあくまでフレンドリーにあんまり当たらないように、じゃあちょっとごっこみたいな感じでね、じゃあやりましょうってことで、でもね、いざそうやってみんなに囲まれてね、こんな感じでちょっとやるとね、うん、すごい緊張感も生まれてでもなんかアドレナリンも出るわけですよ、ね、
うん、で最初本当フリーでパーンってやっぱりこっちは蹴りを使えるんで、うん、やっぱり距離が向こうは手だけでしょ、うんうん、だから絶対これできるわけ、うんうん、でそのうちなんか近づいた時ボーンってやったら、うん、お腹をバコンって蹴ってしまって、うん、で一応そこでお開き、うん、だから僕は一発も浴びることはないよ僕が前蹴りで、うん、そんなちょっと話、すごい恐ろしいなんかね、でなおさら教授の空手はすごいんだって話、うん、もう空手家になってるかもしれないその、ね、いやほんとど素人もど素人ですけど、はい、いやそんなことを思い出しました。師範連中とよく付き合うことがあって、うん、面白い話いっぱいありますよ、ね、またオスしか言わないじゃない、オスオス、あ会話が ね、最高師範 の合図はオスなんですけど、お返事がもうでクエ鍋食べてたら、うん、クエ鍋、うんうん、最高師匠がなんか物を言うじゃないですか、うんうん、そしたらみんなオスって言うわけ、うん、美味しいだろオスオス面白いだろオースって言うわけもうそのオスしか会話がなかったらもうすごく面白かったよ中国語のまあそのあれみたいですね、五星とかあれみたいですよね、そういう面白い話ありましたか、ね、どっかに ね、あのやっぱり昔はね暴走族の方いっぱい落書きしてるでしょ、うん、あれで押すって書いてあってね、思わずにのあ押し坂しのぶって書いてあってよそんなことをちょっと思い出してしまいましたね、そうだ面白いですよねお便りちょっと行きましょう、もう一方ね、はい、すいません、夜名古のともちゃんです、あお船越くんですね、あお会いしましたよね、あの俊介、ね、のお世話もしてくれるでしょ、そうそうそうです ね、あの美味しいソースもいただきました、うん、ドレッシング、はい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 、ね、あドレッシングいただいてます、はい、毎回楽しい番組もありがとうございます、はい、ありがとうございます、今週のゲストは山本教授さん、うん、先日のオーケストラとの共演感動しました、ありがとうございます、裏話など聞かせていただけたら嬉しいです、ちょっとしました ね、 しましたね、生演奏も楽しみです、うん、カナオさんの楽曲での共演をリクエストさせていただきます、およろしくお願いします、久しぶりにやりましょう、ありがとうございます、ね、もう一方ちょっといきますかね、はい、金尾さんとしみさんブルームでの演奏、時が早く感じられたのではないでしょうか、はい、ゲストの山本教授さんこんにちは、はい、こんにちは、昨年の12月ひょっこりぷかぷかにお寄りいただき、マスターは大変感激していました、福島の須賀川ですね、ああ須賀川の祖祖さんです、はい、はいはい、私は入院中だったので電話でお話をさせていただき、奥様ね、そうなんです、うん、はいはい、私のわがままも聞いていただき、なんて優しい人、慈悲深い方なのだろうと感激したのを覚えています、うん、なんと教授さんと私は同じ年だった、1ヶ月と1週間だけ私がお姉さんです、うん、教授さんは島根県の松江市、私は隣の山口県の宇部市、あいや何ですかそれ恥ずかしいジプシーありが、いや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 、ありがとうございます、すいません、としみさんのね、うん、シングルがあったの、あそう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 、こんななんかアイドルのようなねうな写真もあったんで、これは今度ねこの番組にね呼ばれた時、いやいやいや絶対これはお見せしなきゃと思ってね、まあ、今感動です、ありがとうございます、おときましたね、ね、嬉しい今日はリクエストはありませんが楽しく気持ちよく、はい、ツアーのお話やカナオさんの歌、はい、で私のコーラス、はい、教授さんのギターで楽しませてください、はい、ということです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いえいえ、まあ、すいません、まあ、感動しちゃいました個人的にバクバク、まあ、プカプもなんか僕もいいお付き合いさせていただいててね、みんななんかあのやっぱ音楽好きなね、うん、あの人たちがたくさんあるんで、あそこ不思議な場所なんですね、そうそう、店入った店入っただけのあのギターとか ね、 ね、もう雰囲気でもう本当音楽好き音楽オタクの、ね、マスターなんだなってのすごく伝わるよね、うん、ね、そうそうそう、ね、あそっか、よっちゃんにも電話しましたね、あの時、そう、あ電話かかってきて、ちょ何だろうなんか言ってましたね、うん、なんかどなたか誰か言わないでね、誰か分かるとか言われて、いやでなんかこういろいろしゅんちゃんの話とか出て、あれもしかしてとか言ってね、うん、それで分かってね、ありがとうございました、もうみんなに電話かけまくったんじゃないですか、ちょっと変わってください、ちょっと変わってください、そうでしょなんか ね、 ね、共通の方と僕もお会いしたんですよね、あのなんか、うん、どちらの方でしたっけ、
さっきのご夫婦あの、ね、なんかライブに僕のライブに来ていただいて、うん、いやほらご夫婦ご夫婦どちらの方どちらのどちらのあの宮城じゃない宮城県いやあどなた、うん、あ、まあ、あの、あのね、もう顔番組が終わっちゃいそうですね顔の中にね、名前がよくあるよくある最近出るのが遅くなって、ね、すいません、ね、まあ、共通のね、顔は思い浮かべながら話はね、はい、名前出ないまま進むことがすごく多いんですけどね大体そんな感じでしょうかあれとかこれで、ね、からはい、いただいてますよね、はい、今日はね、うん、あ、そうですか、はい、ということでね、今日は山本教授さんですけども、どうしましょうか、生演奏あ、ね、じゃあやりましょうか、もう一曲ね、はい、せっかくなんでね、はい、ちょっとまず音が出ましたね。じゃあ ね、ね、今話に出てた57ストリングスの中から、はい、ピアソラというね、作曲家の書いたアベマリアっていう曲を、ね、あ、トシちゃん好きなんですか、好き好き、このアベマリアも美しいですよね、じゃあ生でやらせてもらいます、よいしょ、
がとうございます。黒山の人だかりになりましたよ。いつの間にか。いつの間にか。ありがとうございます。いやいや、やっぱりね、素晴らしいな、うん、ありがとうございます。山本教授さん、今日はねお越しいただいておりますけども、いかがでしょうか皆様 ね、うん、お便りはもう、あのさっきのは村上市の富樫さん、うん、ご夫婦で新潟の村上、あ、いや、庄菓子さん、村上のね、はいはいはい、もう、ね、ごめんなさい、ね、よくあのお家泊まりにも行ったり、ね、そうですね、あ、そうでしたか、あのご夫婦もね、忘年会やったりとかするんで、うんうん、あ、この間僕初めてお会いしたんですよ、ね、あ、本当に、あのライブ、ね、あの見てくださって、ぜひおいでよとか、あ、本当だ、はいはい、そうですね、そうです、僕ら、僕より1個下なんで、ほぼ同じ。あ、上に見えましたか。あの、あ、そう、あ、そうなんですね。違う。あら、まあ、ほぼ違う。そうなんですね。1年、2年、3年みたいな。いや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 ね。あの、今日は山本教授さんね。で、これ、あの、この番組をね、あの、ちょっと、聞きそびれた方にはね、うん、あの、はい、動画も上げてますので、はい、YouTube、 あ、 YouTube もお楽しみいただきたいと思います、はい、ね、いかがでしたでしょうか。うわ、もう素敵です。なんか ね、教授さん緊張しちゃうんで、私ドキドキしちゃうんですけど、なぜでしょうか。そうでしょうね、壁を作ってますか。いや飛び込んでおいてみたいな。飛び込んで飛び込むとね、もうファンの方がね、皆さんね、あの、でもね、まあ、教授さんのスケジュールがね、そうですね、まあ、大変、あの、忙しい、あの、忙しいと思うんですけども、あ、そうか、そういうこと、どうします。ちなみに明日僕は横浜の方で、え、どちらですか。シュールというところなんですけど、初めての店なんですけどね、はい、まあでもなんかちょっともうソールダートみたいなところで、で、ね、で、明後日がね、ニコタマ、ニコタマジェミニシアターって、はい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 、ね、ダディさんがやってる、ね、はいはい、あそこでね、ようやくあの病気から復活した佐野史郎と、あ、佐野史郎さん、俳優佐野史郎と小泉役も朗読の調べをね、それはそれもソールドアウトでしょ。やります。いや、まだね、若干ある、あそこ結構ね、うん、あるん、ジェミニシアター、これはいつでしたっけ。明後日です。日曜日です。日曜日、はいはい、ぜひともね、それはね、もう、あ、じゃあそれすごいですよね。まあ佐野のね、朗読も、はい、まああれだけの役者ですからね、うんうんうん、もうすごいものがありますし、結構鳥肌もんだと思います、うん、で、僕は横で、ね、いろんな効果音出したりとか、はい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 、実際に音楽をね、うん、曲を奏でたりとかして、うん、だから本当にね、僕ら2人でなんかね、プログレのライブでもやってるような、うんうん、そんな感じ。よそには絶対ない朗読の世界。だから普通ね、朗読というとなんか割とちょっとカチッとしたイメージあると思うんですけども、うん、はいはい、完全音楽ですから、うん、それも70年代のプログレに通じるような、うん、そんな音楽としての朗読なのでね、うん、ぜひとも見に来てください。ね、あのね、治ってよかったし、復活して、ね、血液総入れ替えしたみたいな。すごいですね。すごいね、治療を施してもね、おかげで本当治ってよかったです。よかったです。本当に安心しました。そう、徹子の部屋でね、復活して、うん、その時ね、僕も見てましたけど、うん、よかったなと思って。ね、嬉しいですね。うん、あの、あっという間のもう時間がそんなにない。じゃあ、せっかくですからやってもらいましょうよ。そうですね。僕なんかやりましょう。やりますか。やってもらいましょうよ。一年に一度。ちょっと騒ぎすぎたから声荒れてんだけどな。オッケー。ガラガラになってるかもしれない。一年に一度。ね、贅沢な時間。じゃあ、あの、道というね、道、歌をやりましょうか。あの、まあ、僕大丈夫です。あの、ね、もうね、耳で、もう、ね、逆に気になるかもしれない。いいね。いいね。いいね。いきなり歌ですか、それともなんかイントロ使いますか。お前は今日も俺を罵った。「いく
み込まれて ということで、カナワヨシロの日曜をお届けしました。ありがとうございます。楽しかった。力入ってました。そうしましたらですね、今日は最後にね、はい、一曲あの CD の中からご紹介しながらお別れしますか。そうですね、はい、じゃあね、あの最初にね、はい、話をしたそのオーケストラの皆さんが、さあ皆さんご一緒にって言って、ね、ギターのメロディーを歌ってくれた曲あるんで、あ、本当に、それはね、あの一昨年出した Hope is Marching On というアルバムの中の曲なんですけども、はい、ね、ちょっともうこれからちょっとね、ポジティブに生きていきたいという思いを込めて、じゃあ Focus on our future という曲、それを聴いてもらおうと思います。はい、
はい、いかがですか。素晴らしいですね。今日は山本恭司さん、登場していただきましたけどもですね、はい、くれぐれもお体気をつけて、お互いね頑張りましょうね。みんなお年頃なんで本当ですね。ね、頑張っていただきたいと思います。皆さん、はい、ぜひね、足を運んでいただきたいと思います。山本恭司さんの、はい、ライブね、いっぱいライブやってますから ね、ぜひともホームページでチェックしてもらって、はい、本日のゲストは山本恭司さんでした。お相手は、はい、松下俊美と金尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。 ありがとう。あの人は今はない。